はい、ニコルンです。こんにちは。今日は私からご報告があって動画を撮ってます。そんな大したことはないんですが、聞いてください。では行きます。じゃじゃん。シーメルから新作のマスカラが発売しました。イエーイイエーイ。ということでね、もうつい最近発売になったばっかりなんですけど、シーメルから、まあ、シーメルの説明をした方がいいか。まず私がプロデュースしているコスメブランドがあるんですけど、そのシーメルから新しくマスカラが誕生しました。名前がキラーロングマスカラになってます。はい、ちょっと鼻声でごめんなさい。ということで、マスカラが3色発売しました。知ってる方はもう予約してくれたかな。今日はこの新作のマスカラをちょっと目元に塗ってみて紹介していきたいなって思います。シーメルのマスカラはオンラインで発売しております。オンラインだけです。はい、届いたらこんな感じの入れ物に入ってます。はい、こんな感じです。クリアなパッケージの中に入ってます。で、開けると、はい、じゃじゃーん、ピンクの可愛いらしいマスカラになってます。可愛いよね。全然ピント合わないな。はい、こんな感じのマスカラです。3色展開なんですけど、色がディープブラック、まあ黒ですね、ディープブラックとボルドーブラウン、まあ茶色のマスカラで、今回すごいこだわり抜いたカラーで可愛いカラーなんですけど、ベイビーオレンジというカラーの3色展開になってます。で、このマスカラはお湯落ちです。お湯落ちタイプのマスカラです。ロングでお湯落ち。はい、私はお湯落ちが大好きなので、まあね、お湯落ちの方が目に負担はなんか落とす時にかからないので、このお湯で本当にごっそり取れます。お湯だけで本当に全部なくなっちゃうので、すごいこのお湯落ちを体験してもらいたいです。で、キープ力もありますし、夏もね使っていただけると思います。カラーをね、ちょっとここに乗せてちょっと見せていきますね。私の目に塗る前に、はい、まずはディープブラックからこんな感じです。ほんと黒って感じ、お人形さんみたいな黒に、まあ、見た通り黒です。黒の説明って難しいね。でもそんななんか漆黒って感じでもなく、黒っていうもう万能なカラーですね。ボルドーブラウンもちゃんとこだわりました。私茶色のマスカラつけるときにちょっと赤茶っぽいのが好きで、だから赤茶目のマスカラを作りました。こんな感じです。色は、はい、こんな感じの、だいぶ垢抜けな茶色になってるかと思います。私はこのボルドーブラウンが毎日使いしてます。続いてはベイビーオレンジです。じゃじゃーん、めちゃくちゃ可愛くない？これ、このベイビーオレンジになるまでかなり時間がかかりました。なんかどんなオレンジがいいかなって思った時に、なんかほんとテラコッタみたいなオレンジも可愛いし、でもなんかベージュっぽいオレンジだと、その目の下に塗った時に抜け感が出て可愛いなって思ったので、ちょっとベージュに近いオレンジになってます。最近の自分のハマりが、下まつげは色素なくして上はしっかりなんか盛るっていうのがハマってるので、それにぴったりのカラーができました。まあ、これをね、全体につけるのもニュアンスが出てすごい可愛いので、まあこれでフルでやるのも可愛いのでおすすめです。ビジュアルがね、すごいオレンジ全開で可愛かったのでおすすめです。お値段が単品で1980円です。発送開始が6月の10日頃から予定しているので、ぜひ今ゲットしといてください。ということで、今日は今ベースメイクと、まあ、リップと、あと薄くねアイシャドウと、あとアイラインは引いてあるんですけど、マスカラだけ塗ってない状態なので、ちょっと今日は、まあ、マスカラをね全部試すってなると何回も落としてこなきゃいけないので、今日はこの顔で2色使ってちょっとレビューしていこうかと思います。今日使う2本は、一番私が使うカラーのボルドーブラウンとベイビーオレンジを使ってメイクしていきます。まあ、このね、上がボルドーブラウンで下がベイビーオレンジのメイクがとっても可愛いので、ぜひ見てみてください。ではスタート。ということで早速塗っていきます。まずは上のねまつげですね。じゃあちょっと目をアップして見せていきます。ということで、目の寄りにしたので今からメイク始めていきます。今はビューラーでしっかり上げた状態からスタート。私のねまつげはもともと長いので、画像を見せても参考にならないって言われがちなんですけど、ちょっとね今日はこのビフォーもしっかり見ていただいて、私のこのまつげでもちゃんとアフターになるよっていうのをちょっと確認してもらえたらなって思います。はい、ボルドーブラウンを塗っていきます。だから根元をグググッと上げて、
上に行く感じで、まつげはこのコームがしっかり硬いので、ほんと上から下に上から下にと上げていきます。で、液もすごいサラサラしてて全然ダマにならないから、ほんとコームいらずに塗れちゃうと思います。セパレートすごいしてくれます。いつも成功するけど、こういう時緊張しちゃうよね、まつげ。こうやってこの先で整えていくって感じですね、まつげを。はい、ってことで塗れました。ほら、パッチリお人形さんみたいになりました。はい、これがボルドーブラウンです。まだコームはしていません。目の下はベイビーオレンジを使っていきます。これで色素をね、目の下をなくすのが最近のお気に入りです。鏡見ないでやるのめちゃくちゃ難しい。なんかカラーマスカラってさ、ダマダマつくじゃん。私それがすごい嫌いで、これカラーマスカラなのにサラサラつくわけ。それが結構お気に入りポイントです。ベイビーオレンジはこんな色味です。すごい可愛いでしょ。アイシャドウさ、全然塗らなくてもさ、オレンジアイシャドウ効果がある感じ。マスカラの中で一番盛れるマスカラができました。なんかこんなにね、いいとこ踊りできるマスカラあんまないと思う。こんなに伸びてセパレートしてダマにもなんなくて、で追い落ちなので、キープもしてくれて最強だと思う。右の方がうまくいったわ。ということでマスカラが完成しました。どうですか、すごくない、この私の作ったマスカラ。めちゃくちゃ伸びるでしょう。ビフォーと比べてみてください。めっちゃ伸びました。ぜひ皆さんも体験してもらいたいです。すごくない、この完成度。漏れてるよね。ほら、めちゃくちゃロング。どうですか、マスカラつけ終わりました。上がボルドーブラウンで、下がベイビーオレンジです。このね、ベイビーオレンジのこの抜け感がすごいお気に入りで、このマスカラの組み合わせ方ぜひ真似してもらいたいです。まあ、ディープブラックはね、まあまあ黒なので、まあいつも選択肢にあるとして、この2つのね、マスカラ使いがやってみるとすごい垢抜けるので、ぜひね、マスカラ今何にしようかなーってちょっと迷ってた方は、ぜひシーメルのキラロングマスカラを使ってちょっと体験してみてください。すごいから、本当にめちゃくちゃ漏れてるよ。まつげがもうチャームポイントでもあるので、そんなね、可愛いマスカラが今回誕生したので、ぜひ使ってみてください。シーメルはリップから始まってアイシャドウやって、今マスカラまでやることができているので、次なんか作ってほしいコスメあるよって方はコメント欄にこんなコスメが今欲しいですって書いてください。はい、参考にします。はい、ということで今日はマスカラの紹介でした。じゃあまたね。今日はシーメルのディープブラックを今から塗ってきます。よいしょ。ビューラーはバッチリ開けます。今ビューラーをしたので、ディープブラックを塗ってきます。
無言になるよね、マスカラ塗ると重ねれば重ねるほど伸びます、ピンク合ってるのかな、はい、ディープブラックで塗ったのが完成しました。こんな感じです。どうですか、ギュインって感じ。はい、ぜひディープブラックも買ってください。今ウォルドブラウンがなくなっちゃってるのでおすすめです。やっぱ王道でいいよね、黒はね、すごい盛れます。今髪がね黒いからやっぱパッチリと黒で漏れました。ってことで今から昼なんです、行ってきます、バイバイ。はい、今昼なんですの収録が終わって帰ってきたんですけど、なんとディープブラック、さっき塗ったこのディープブラックが完売してしまって、私がね昨日ね、なんかこの YouTube 出してマスカラないっていうの本当に申し訳ないんですけど、昨日ストーリーで死ぬほど宣伝したんですよ。それが思った以上に反響があって、まさかのなくなってしまったので、この YouTube 見ても、あとベイビーオレンジがこの今撮ってる段階でベイビーオレンジがまだあるっていう状況です。本当にすいませんでした。でちょっとスタッフさんにお願いして再販急いでもらうんですけど、多分夏頃に再販できるので、ぜひね今日の動画をこれね見てちょっと想像膨らませてお待ちいただけたら嬉しいです。はい、意味わかんない動画ですいませんでした。また塗ったの撮りますじゃあまたね、ごめんね。